OSI とは、ネットワーク全体を7つの階層に分割し、階層ごとにプロトコルを定めたものです。今回紹介していくのがセッション層です。セッション層で定められているのは、プログラム間通信、すなわちコンピューターの上で動作しているプログラム同士が正しく通信を行うための決まりが定められています。確かに、トランスポート層の時点で、データは相手に確実に届くということは分かっているのですが、相手のコンピューター上でプログラムが動いているのかどうかを確認する術がありません。このため、受信側のコンピューターでプログラムが動いていないという可能性があるのです。このため、受信側のコンピューターでプログラムがちゃんと動いているかどうか、またデータを受け取れる状態であるかどうかを確認する必要があるのです。このため、データの送信に先立って、相手のコンピューターでプログラムが動いているかどうかを確認して、確認が終わるとセッションと呼ばれる仮想回線を張るという作業が必要になるのです。1台のコンピューターで複数のプログラムが動作している可能性があるので、そもそもこのデータがどのプログラム宛ての通信なのかは、どのセッションを通ったデータなのかというところを区別することで、どのプログラム宛てのデータなのかを識別しているのです。つまり、セッション層とは、プログラム間通信を行うための決まりが定められている層で、まずは通信相手のプログラムを指定して、セッションと呼ばれている仮想回線を張ります。このセッションを使って、どのプログラム宛てのデータなのかを識別しているのです。